だこの動きの良さは。一瞬でロールが収束して、切ったら切った分だけ、行きたいところに行ける。こんなの大型 SUV の動きじゃない。乗り心地もハリアー以上に良くて、安定性も高く走りも上質。あの見た目で、誰がこの動きを予想できるんだ。こんな動きが SUV で実現できるものかよ。衝撃だぞこれは。というわけでドライブついでに、トヨタシェアでカローラクロスを借りに来ました。ホイールのせいで、廉価グレードっぽさが出て残念だな。もう少し見た目なんとかならんかったのか。個人的には中身が、ハリアーや CX-5 の完全上位互換だったんですが、全然走ってるの見ないですよね。名前も同格も世間のイメージも、何もかもが不遇な一台になってる。走りが素晴らしいだけに、唯一のカローラ要素が、車内のチープさなんだよな。ハイブリッド、ブレーキホールド、電動パーキングブレーキ、本革ステアリングにクルコン、最低限ついてて合格点ですがね。まさかの布シートでシートヒーターはなし。そしてこの内装のシンプルさ。ホイールからしても廉価グレードですな。EV モードと、トラコンオフと、エコモードとノーマルモードの切り替え。まさかのこれだけ。ここ何？まあロッキーライズやカローラと比べると、廉価車である割には上質だとも言えるけど、ナビは定番のメーカー内流用で、クラウンクロスオーバー同様、写真に金を割きすぎたパターンだな。大柄な SUV というだけあって、ゆとりある車内空間です。しかも、運転しやすいサイズに収まる。こっちも本当に最低限だな。ETC とオートハイビームしかねえのか。ドアの肘を置く部分だけ、ソフトパッド素材ですね。本革ステアリングとともに、ここはプラス評価。まだ8000キロの新車です。トヨタシェア、もっと広まれ、電源をオンにした時の演出も、カローラだと考えれば、恵まれてる方なんじゃないですか？さすがハイブリッド、エンジン始動なし。外からのイメージの通り、車体はやっぱり大きめではあるけど、その分車内はゆったりと広いっすね。これは快適だぞ。個人的にはハリアー以上に、この車内空間好きかも。だいぶ前にハリアーに乗った時は、足はゴツゴツと硬いし、車体はちと大きすぎるし、ハンドリングはだるいしで、いい評価はできなかったんだ。ボディ剛性と走行安定性と、目に見えるところの上質感は、何にも悪くなかったんですがね。さて深夜2時台の西尾市、土地勘もないので、とりあえず23号線に行こうか。ハイブリッドシステムのフィーリングがいいっすね。モータートルクがそこそこ強いおかげで、走り出しもスムーズ。最初に出るとき、やっぱりデカさは感じたんだけど、これくらいならすぐ慣れるし扱いやすい。ちなみに2区と4区で、主にバンパー周りの加速や、ヘッドライトの中身が違うようだ。ハイブリッドの新車価格は250から300万円。中身を考えると、コスパはとてもいいです。いきなり驚かされるよな。むっちゃ乗り心地いいじゃないか。カローラの名前に似つかない良さ。さっきから全然揺れないんですよ。そもそもフレームに衝撃が入ってこないんだよね。これどういうことなの？乗ってる間、ずっと分析を続けたんだけど、ディーラーに帰ってくる直前まで、何が良くてこうなってるのかわからなかった。段差を超えても、段差を超えたと体が感じないというか、タイヤと路面のところで起きていることが、フレームでは起きていないみたいだ。この説明がつかない、何にも似つかない種類の乗り心地の良さと、シャキッとしたハンドリング、その二つこそが、カローラクロスという魔法の正体となります。あれ、ここ交差点じゃなくて駅やん。深夜だし後ろも来てないから、申し訳ないけどここは突っ切ります。ハンドルはちょっとクイックなんですね。交差点の右折でも全然ロールしないや。エンジンは残念ながら、レクサス級の静けさはなくて、むしろ荒さがある、低価格帯のエンジンというような音の出方と燃え方をしています。乗り心地のマジックの種明かしをしたくてたまらないんだが、とりあえずここで、所言の確認といこう。まずサイズだ。横幅 1825mm、前後に 4490mm、車重は約 1.4 トン。最小旋回半径も 5.2 メートルと、大柄だといった割には、まあこんなもんかサイズですね。フェンダー部分が丸っこくなってるというか、外側に盛り上がってるような形状をしているから、その分大きく感じるんだろう。エンジンは 1.8 リッター直四で、98馬力の最大トルク 142 ニュートンメーター。これプリウスと同じやつじゃね？ 2ZRFXE で調べたらその通りだったぜ。最高にエコなエンジンを仕上げて、メーカー内でうまく共用していたわけか。今調べるまで、自分のプリウスと型番単位で同じエンジンだとは、さすがに気づかなかったぜ。でかい割に車重が比較的軽いのと、モータートルクに余裕があること。このおかげで、速くはないがスイスイ走れるな。それに、普通にリッター30を出せそうなくらい燃費もいいんですよね。これもモーターがトルクフルだから、エンジンを切ったまま流せる時間を長く取れて、それでまた燃費が上がるんだ。
エコ性能はプリウス級ですよ。で、そのモーターについてはフロントが163ニュートンメーターで72馬力、リアが55ニュートンメーターで72馬力あるそうだ。このグレードは FF ですが、その気になれば、163ニュートンメーターもアシストできるんですね。モーターアシストを考えると、だいたい180馬力くらいの加速力になる。ベタ踏みすれば合流も余裕で、大トルクモーターによるアシストのおかげで、実用域ではトルク不足を出さない。速くはないがエコで、遅いとかいうストレスはない、優秀なパワートレインだ。安心と信頼の TNGA プラットフォームにより、プリウスやヤリスほどゴリゴリには感じないけど、走行安定性もしっかり担保されております。調べていると、2リッターガソリン仕様や、GR スポーツもあるらしいんだが、これは国内じゃ売ってないのか？まあその、大変経済的に作られております。大柄な見かけの割に、愛しの教習車カローラのような、エコノミーさに包まれている。メーター右側にハイブリッドモニターを出しているが、ちょっとでもアクセルを抜くと、すぐエンジンが切れる。今のところ、内装の安っぽさ以外は、とっても優秀な一台になってますな。カローラとプリウスを融合させたパワートレイン。大量消費社会の象徴みたいな、やけに大きく見える見かけからは、想像もつかないエコでした。目に見えるところが安いのが残念で仕方ない。ここら辺でマツダと手を組んで、内装の仕上げを全部やってもらえばいいのにな。メカの複合体としての自動車や、メーカー内部の開発風景を考えながら乗ると、とってもいい車なんですがね。クラウンクロスオーバーもそうなんだけど、目に見えるところが安すぎて、そこで敬遠されるでしょ。私多分、トヨタの自動車開発の、致命的な欠点みたいなタイトルつけてるけど、その中身はこれですよ。車好きは数えきれないほど多いが、自動車のことをしっかり知ってる人は、その中でも皆無なんだ。いい車の動きというのがわからない人に、内装がしょぼいだの、コストダウンだの一蹴される。それが残念でならないし、実際に買ってる人の大半も、トヨタだから信頼性が高くてこの程度の認識で乗っているんだろう。LFA クラスになると、ケチをつけるのは馬力中の小学生くらいですが、トヨタハイブリッドの経済性と、トヨタ車全般的に言える、人の操作に対する一体感ある動きは、今のところテスラと新型シビックくらいしか、機械領域にある車がいません。アウディ TT や GTR みたいな、ただ機械的に速いというのと、トヨタ車はまた違うんだな。全体の一体感というかリズムがあるんですよね。内装が安い、コストダウン、これを連投する人に、こういう難しい日本語は通じないようですが、特に GR 系統のような、走りへのこだわりが強い車種は、本当によく作られてるんですよ。エンジンだって、金さえかけられれば、感動するほど静かに回るしな。その肝心の金がかけられないと、初期型の86みたいになっちゃうんですがね。あの86、開発者の悔しさが、痛いほど伝わってくる一台だったよな。私の感覚ではあの86、スポーツカーでもないし、車として完成してないんですよね。若者がなんとか買える価格の中で、形だけむっちゃ頑張ってまとめ上げた、スポーティーカーにとどまっている。車がわかっている人は、買った後にたくさんお金をかけて、地道にアップグレードしていってくれ。そういう車。あのですね、いくら自動車開発の話が関わってくるとはいえ、これ86のレビューじゃないんですよ。今のタイミングで、さっき魔法だと言った、私が説明付けに大変苦労した、このカローラクロスという車の、乗り心地について話させてください。まず起こっていることとして、全然体が揺れないんですよね。ゴツゴツしているわけでもなく、ふわふわしている感じでもない。だからこそ、どうなっているのか。普通にしていては理解のしようがないんです。そこでずっと考え続けたのですが、乗り心地を説明する最大のヒントはタイヤ部分の動きです。ボディ側が全然揺れ動かない割に、どうやらタイヤの部分はかなり激しく上下に動いているっぽいんです。試乗後に投稿主がなんとか明文化したメモを元にすると、タイヤの部分を精一杯上下にバタつかせて、そこに SUV としてのリフトアップ分とタイヤの厚みを足す。この3つの組み合わせによって生まれる強大なストロークを生かして、たっぷりと振動を受け止めることで、フレーム高ボディ側に振動がいかないようにしている。そうです。これが私の結論です。乗り心地いいし、高速域でも安定するし、どうなっているんだか。強いて言うなら、そうやって吸収された後のわずかな振動がフレームに入るとき、足がバタつくかな。失礼しました。動画がオーディオテストと被りましたが、高音質だとは感じないが、鮮明に聞こえる。この価格で長距離も意識している車格に、マッチした十分なオーディオだと感じました。この車なら長距離も普通に快適だろ。
新車250万円台で、こんな世界も作れるなんてな。さっき言った足回りのわずかなバタつきと、内装の安っぽさと、車内の装備の最低限さ、ここに現れる安っぽさが、なんとか現実性を保っている。主に悪い意味で、なるほどこれは、確かにトヨタ車だと認められるよな。トヨタさんさ、甲府回帰で倒壊する、原材料ベースで厳しく判定すると、言われているほど上質ではない CX-5 を見てよ。この社会が外観至上主義になっていること、もう少しは考えてほしいぜ。なおレクサスディーラー。ここで驚きの新事実なのですが、ガソリンの肉のサイレンカグレードだと、ギリ100万円台に収まっています。意味がわからない。少なくともこの乗り心地はハリアーよりもいいのに、なぜそんな値段に収まるんだ。カローラが高級車だという動画は、YouTube 内でもいくつか存在しますが、確かにこの走りに上質さならねえ。というわけで、乗り心地のマジックと、トヨタの自動車について熱弁してしまい、投稿主の脳はオーバーヒート気味ですが、深夜のバイパスに乗って、高速域での走りも確かめましょう。CVT ハイブリッドの加速に、何か特別な要素があるのかと聞きたい。さっき言った通り、エンジンはプリウスと同じだからな。あのサイズのイメージよりは、結構いい具合に加速はするけれど、別に速いって感じるほどではないです。乗り心地がいいのに、この速度域でもちゃんと安定しているじゃないか。ちょっと風切り音が大きい気はしますが、そこは本体価格があれですので、気になる方は、タイヤのアップグレードと、デッドニングでもしましょう。カローラクロスもヤリスクロスも、主に走行性能において、コストパフォーマンスが高すぎるんだよな。プリウス時代からのエコなパワートレインと、強靭な TNGA プラットフォームは、何にでも合う魔法の調味料のようですね。TNGA のボディ剛性、圧倒的だからな。高速、高負荷域でも安定性が高いの、絶対ボディ剛性のおかげだ。自動車製造の効率化という観点では、テスラが際立っているけど、トヨタだって、物の良さはほとんど負けてないですよ。ただまあ、GR系の車種を見ていても、BG4X を見ていてもわかる通り、既存のものを積み上げてる感が強いんだ。悪く言うと古典的というかおじさん臭いというか、90年代から基本が変わっていないのです。それゆえ、全体の走りのリズムに、統率が取れているとも言えるんですがね。一周回って、世の自動車メーカーの中で、一番車のことをわかっているのは、実はトヨタなんじゃないかと思う。だって、LFA もそうだし、スープラもそうだったし、主に GR 系統の車たちの、操舵に対するレスポンスの一体感もそう。すべての車がいいわけではないし、この車だって内装は安っぽいし、信者じみたことを言うつもりはない。そしてここで、例のハンドリングテストだ。ハンドルを揺さぶって、何を見てるんだって話ですが、急に旋回方向に負荷をかけた際の、車の動き方や、ロール収束のタイミング、操舵に対する反応性を確かめています。撮影時も、バッとハンドルを切ってみたところ、一瞬でロールが収束し、切ったら切った分だけ、ぐいぐいと切り込んでいく動きが出ました。映像で見ていると傾きは大きいように感じなくもないが、運転していて、ロール収束は一瞬だな。動きが良さすぎて、撮影時の私、感動とともに脳が処理落ち、今後、揺さぶってテストするときは、ロールが収束するまでは頑張ることと、その直後の動き、ここをもっと意識しようと思いました。それにしても今の動き、なんなら86以上に良かったな。トヨタ車の SUV って、ボディ剛性とロールの抑え方が効いてるのか、いい意味で SUV っぽくないんですよね。価格設定的にはハリアーの買いといった感じだが、走りの良さで言えば、クラウンクロスオーバーと、同じ血統の車であるようにも思う。クラウンクロスオーバーくらい言われれば、このネットの時代に、トヨタさんも気づいてくれると思うんですが、ああ、やっぱりちょっと大きいかな。今の左折はやりづらかった。それにしても、乗り心地といい、ステアフィールといい、試される車でしたねー。この動画、過去一作りがいがあったぜ。この応答性よ。お前はロータスか何かか。さて最後に駐車ですが、やっぱり大柄というか、フェンダーが盛り上がってるのよ。この点だけ見ると、BMW スープラと同じ感じなのですが、この丸っこさのせいで、ミラーを見ても、今タイヤがどの位置にあるのか、全然わかんないんですよね。バックビューモニターの、打角連動のガイドラインは助かるな。ミラーを見ても、タイヤの位置がわからないので、これがあると本当に助かります。それにしても、
人間社会やクラウンクロスオーバー、カローラクロスを見ていると、見た目が悪いだけで、どれだけ損するのか、悲しくなるな。ここで私、多分ドアを開けたら強制停止されると予想して、窓から身を乗り出す作戦、かなり状態が動いてるでしょう？腰を思いっきり浮かせてます。そこまでして、思いっきり外に頭を伸ばさないと、タイヤが見えません。もともとタイヤが引っ込み気味に設計されがちなのと、フェンダーのもっこりと、元のサイズもデカめだから、しっかり奥まで下がらないと、他車の迷惑になるんですよね。それにしても、適当にDカーシェアで見つけただけの車が、まさかこのレベルにあるとは思わなかった。トヨタ車の魔力と弱点が、浮き彫りになった魔法の一台だったな。というわけで、私はこれから、兵庫まで GR ヤリスに乗りに行きます。はい、ご視聴ありがとうございました。